おはようございます。顔だけ。めっちゃうねうね見て。おはよう。ちょっと窓開けたいな。なんか暗い私が光りすぎてるのこれ。ちょっとまだどう？どうですかね。パフワーとクマが一緒に寝てるやんそうなんです。私はもうこの中に埋もれて寝てます。なんか朝って感じ朝って感じ。今日はここてんです。朝ごはんは納豆ご飯を食べます。いい朝すぎる納豆にキムチ入れてほしい。本当に私最近ね、納豆とキムチの組み合わせにめっちゃハマってて、納豆ご飯の時にキムチ一緒に食べるのよ。でも家になかった気がする、キムチが納豆はまあ常になんかある気がするんだけど、納豆とヨーグルト。カップリング音源解禁もうすぐかな。おお、味噌汁冷蔵庫入れといて。大根や卵を入れたり、大根絶対合わなくはない。ヨーグルトの上にかけるグラノータも納豆に見えたそう考えたら私大豆製品しか食べてなくない？大豆納豆も大豆だしさ、グラノーラももう大豆きな粉ですよ。大豆しか食べてない。どこの納豆が好き？あのね、
なんだろうね、でもいつも食べてる納豆があったんだけど、なんかママがちょっといいやつ買ってきたって言ってたんだけど、その納豆がめっちゃ美味しいんですけど、名前わかんない、多分納豆はいいやつの方が美味しいと思います、わかんないけど、お細かい引き割りよりはもうちゃんと豆のやつが好きです。大きい方が好きかもしれない。うん、普通のがいい、普通の、なんか小さくないし大きくない、なんか普通のやつ。引き割りはあんまり好きじゃない。納豆巻きも好きですよ。茨城の人からわら納豆、すごい、何それ。さあ、お仕事用意しないと神戸に出てきた、やったー、頑張ってね。頑張っていきましょう。今日も、今日は火曜日か。納豆にからしは入れません。入れません。親戚が作る、納豆作ってんの、すげえ。すげえ。納豆ってどうやって作る、発酵させる、わらの中で発酵させる。すごいね。納豆菌。納豆菌。卵黄とタレ。卵黄とネギとからし入れる。私、卵黄と、絶対それいい、ね、外歩いてるけど涼しい、だって最近寒いですよ私、なんか知らんけど、めっちゃ暑がりなんだけど、夜めっちゃ寒くて、いつもこのパーカーを着て寝てるもん。今も寒い。なんか移動してる時とか、タクシーの中とかめっちゃ寒い。気温差が、暑い時は暑いじゃん。まだ気温差にやられます。最近セミが全く鳴いてない、代わりに秋の虫ね、秋の虫やばいよね。昨日妹がね、あの、あつ森してたんですよ。早速やってくれてたんだけど、そう、その今の段階をリンリンリンカに送ったら、リンリンリンカより進んでたらしいです。全然リンカより進んでるやんってきた。そう、
島の名前は変わらず橘島でした。やっぱ工程が分かっててもう一回やったら早いね早いです。何から始めていいか分かるので。昨日は一人住民が入れるっていうところだったので、あのマイルール貢献を使って住民探しをしていました。妹がなんか歌舞伎みたいな狐みたいな人を呼んでました。スポーツで何が好きですか？だっけ？何ができますか？好きですか？何が好きかな？スポーツはね得意じゃないので好きなのないけど、好きなのはバレエとかやるのは好きだよ。でも全然上手くない。今日ホームランの日らしいだって。マジ？バレーボールと猫どっちが好き？バレーボールと猫バレーボールと猫分からない。サーブが得意なバレー、そうですよ。うまいか下手かです下手な日も下手な日があります。うまい日もある。運です。え、今日ドラえもん誕生日なの？ドラえもん誕生日今日なの？スポーツ、本当何もあんまできないです。9月1日ダジャレの日だったらしくて、その日の公演、柳坂公演でダジャレ言いまくってたそうなんだ。9月1日ダジャレの日とかあるの？すごっ。ダジャレ言いまくってた。体育の先生がバレーボールの顧問だからさ顧問の先生だったからね、去年は。よりちゃんが足速いのが全く想像つかない。 MC でハナちゃんがよりちゃん足速いって言ってたかよりさん足速いんだ。なんかでも意外な人が足速かったりするじゃん。リサキとかリサキとか意外な人が足早かったりするから。なんかさ、こっちだけめっちゃなんか荒れてないか。リサキは足早かった記憶があるな分かんない。足早くなりたい、足早くなりたい、ほんとふ足早く走れたら気持ちいいだろうね、めっちゃ。いつもめっちゃ足早くなりたい。逃走中のハンターみたいに走ってみたい。めっちゃ気持ちよさそう。ファーあっという間に相手に追いつくでも
も逃走中は小さい頃から好きな番組ですね。私結構逃走中見るの好き。パパに似てほしいんだよ。そうだよ。パパが運動神経悪いからね。こうなっちゃうんです。ママはどっちもどっちな気がするけど。お父さんとかさんどっちに似てるって言われることが多い。でもママかな。でもどっちかというとママはめっちゃ似てるって言われます、メンバーからも。もう鼻の形と何だろう、パパに似てますよ。パパに似てるところもあると思います。あ、やばいやばい、すっかり忘れておりました。58分ですね。じゃあランキング読みます。13位、博多なるなるさんありがとうございます。12位、ソイルホースさんありがとうございます。11位、ムハンマロさんありがとうございます。10位、チカクさんありがとうございます。9位、カードルトさんありがとうございます。8位、西健さんありがとうございます。7位、ホタテさんありがとうございます。6位、ザキザキザッキーさんありがとうございます。5位、タワーサカナさんありがとうございます。4位、カオリッペさんありがとうございます。3位、ムジェイジニアさんありがとうございます。2位、マイル君ありがとうございます。1位、ヘタッピさんでした。ありがとうございました。では今日はここでよろしくお願いします。おやすみ、間違えた、おはよう。今日も一日頑張っていきましょう。バイバーイ、ありがとうございました。